この度ですね、副大臣を拝命いたしました劉浩文でございます。私はですね、主に教育そしてスポーツの分野を担当させていただくことになりました。ちょうどですね、1年、1ヶ月ぶりに戻ってまいりましたけれども、ちょうど政権が交代して以降ですね、最初の1年間文部科学委員会の筆頭理事として、当時は田中真紀子委員長とともにまた委員会運営に至らせていただきましたし、その後政務官として、約1年間仕事をさせていただき、その後また文部科学部門の党の座長代理としてこの1年務めてまいりましたので、一貫してですね、この文教施策教育行政の方に取り組んできたわけでございますけれども、まさにこの任期というのはですね、我々政権として現政権としてはですね、最後の一つの仕上げというかですね、残されたマニフェストで約束してきた事項を一つでも多くですね、実現できるように頑張っていきたいと思っております。そのためにも特に少人数学級、これはですね、30年ぶりにですね、ちょうど我々政務官の時、これスタートをしましたけれども、なんとか来年度の予算、これから のこれを5カ年でですね、しっかりと中学校3年生までですね、実現していくことができるような形の仕上げをしたいということで臨んでいきたいと思います。それともう一点はですね、やっぱり教育行政の在り方については、昨今のこのいじめの問題にも関連するわけですけれども、やはり教育委員会の在り方、これはマニフェストの中で私どもがかつて、日本国教育基本法案の中でもですね、この首里長に権限を持たせて、そして監査委員会的なものによる、チェック機能を働かせると、いうような対策をして方向性を出しております。ただこれは非常にいろんなですね、それを実行実現に移していくためには課題もございますので、なんとかこの教育行政の在り方、教育委員会のですね、特に在り方というものについての、この方向性もですね、この体制の中で出せていければなというふうに思っております。その他にもですね、やはり何としてもこの人づくりをしなければですね、国づくりということはありません。国づくりのためにも、国づくりは人づくりからということを、私も信念として取り組んできておりますので、しっかりとですね、田中大臣と、今日ここにいる政務三役、力を合わせて取り組んでいきたいと思います。で、スポーツについては1点だけですね、やはり今年は、ロンドンオリンピックでもですね、多くの選手が活躍をしてくれ、本当に久しぶりに明るい、夏だったと思います。ただ、そのためにも、これをですね、また、ね、日本の、子供たち、これから生まれてくる子供たちも、ああいう感動をね、やっぱり直に味わってもらいたいと思いますので、なんとか2020年の、東京オリンピックをですね、招致できるように、全力を挙げてですね、またこれはですね、超党派の議連の皆さん方の力もですね、お貸しをいただきながら、また東京都とも、連携をしながら、この招致活動に、頑張ってまいりたいというふうに思います。真紀子、チーム真紀子、どうやってですね、やっていくんだということでございますけれども、まさにですね、もうご案内の通り、文部科学省というのは、教育から、スポーツ、科学技術、文化と非常に多岐にわたっております。予算についてもですね、来年度の予算、6兆円を超えるですね、要求をしておりますけれども、5兆6千億のようなですね、大きな、これだけの予算を預かる、また、使ってのですね、様々な、取り組みをしていくわけですから、仕事は多岐にわたっておりますので、やはりそこをいかに我々政務三役がですね、分担をしながら、また省内のですね、職員の皆さん方とコミュニケーションを取りながらですね、そして大臣に情報を上げ、あるいはですね、そうした皆様方の職員の皆さん方の思いをですね、いかに、私どもがこの間に入ってですね、大臣と一緒に考えていくことができるのかということが一番重要なことかなというふうに思っております。どうしてもですね、我々副大臣政務官でもですね、周りのことが全て見えているのかというと、そうじゃない点もたくさんあると思います。大臣になったらもっとですよね、これどこの省の大臣でも。だからこそですね、やっぱり我々のこのチーム力、コミュニケーション、そういったことをですね、しっかりとやっぱり密に連携をしながらですね、やっていくということが大事なのかなというふうに思っています。それと私自身の経験から申し上げますと、よくですね、皆さん方はこう、大変でしょうと、
というようなことをですね、これ今日も挨拶回り等々していると、まあ大変なね、非常に大物大臣なんで、しっかり支えてよというようなことを言われるわけですけれども、自分自身も先ほど申し上げたように、文部科学委員会の筆頭理事として、牧子委員長とですね、1年間、そしてその後、政務官でちょうど私は、文部科学委員会の委員会の担当もしておりましたので、ちょうど田中委員長時代の2年間、いろいろと仕事をさせていただきましたけれども、当時の自民党の理事の方々からもですね、非常に牧子委員長は、フェアな、委員会運営をされるねと、いうような評価もいただくくらいに円満なですね、委員会 の運営ができ、またそのリーダーシップを発揮していただいたというふうに思っておりますので、同じようにですね、この文部科学省の中でもですね、やはり発信力を、しっかりとしたね、この大臣のやっぱり発信力というのは大事でございますので、そこをですね、我々がサポートをしながら、いい方向にね、力強く発信ができるようにですね、取り組んでいく、その、また支え方というかですね、しっかりとした支えをさせていただきたいというふうに思っております。以上でございます。はい、同じく副大臣を拝命しました衆議院議員の大輔です。劉副大臣、中庭政務官、村井政務官、力を合わせて、大臣を春間富士ではありませんけれども全身全霊でお支えしてまいりたいと思っております。具体の方法については、先ほど劉副大臣が、おっしゃった通りでありまして、中間管理職といったらあれかもしれませんが、大臣とそれから、政務官、その下の事務方、情報共有、それはコミュニケーションの円滑に取れるようにですね、しっかり報告連絡相談を密にしていきたいなというふうに思っております。文部科学行政、どういう方向で、取り組んでいくかということでありますけれども、私も初当選以来ですね、野党時代も含めて、6年以上通算で、この文部科学行政に所属をして、まいりました。昨日も職員の方へのご挨拶でも申し上げたんですが、教育にしてもスポーツにしても文化にしてもあるいは科学技術にしても、昨日できなかったことが今日はできるようになるかもしれない、今日はできなかったけれども明日はできるようになるかもしれない、いつかはできるようになるかもしれない、それらを学ぶ喜びであるというふうに思っておりまして、その意味では文部科学行政というのは非常にワクワクする仕事であるというふうに思っております。スポーツにしてもそれから文化にしても科学技術にしても夢や希望やあるいは新たな可能性を切り開くという意味で、文部科学行政というのは非常にやりがいに満ちた仕事であるというふうに思っております。そういうふうに思い定めて、私は文部科学委員会に所属をしてまいりました。こういう立場になって、実際に行政に携われるということに非常に緊張感、身の引き締まる思いがしているところであります。元気な日本の再生ということを、内閣としても掲げておりますので、その第一歩は被災地の復興でありまして、文部科学省が所管するところでいえば、原子力損害のですね、賠償のさらなる円滑化、これについては体制の拡充というのを今紛争解決についてですね、センターを持っておりますけれども、この拡充を行うことによってさらなる迅速化というものを図っていきたいというふうに思っております。加えて、教育、文化、スポーツ、科学技術というのは、子どもを元気に、地域を元気に、日本を元気にという取り組みでありますので、元気な大臣のもとで我々も元気に仕事をしていきたいと思っているところです。文化については私は地元は日本三景、世界遺産の秋の宮島が広島県の西部であります。文化財を活用した、魅力ある地域づくり、引き続き推進してまいりたいと思いますし、今年は劇場法も成立をしました。実践芸術等のさらなる進歩というのも図ってまいりたい、その具体化を、図っていきたいというふうに思っております。科学技術と文化を担当と、ちょっと言い忘れたかもしれませんが、もう一つの担務は科学技術であります。私事ばかり続きますが、私の誕生日は8月5日でありまして、今年お亡くなりになられた
アームストロング船長と今日同じであります。まあ、科学技術、先ほど申し上げたように、人々に夢や希望や、そして、まあ、新たな知恵を切り開いている非常に夢のある仕事だと思っております。被災地の復興を果たしていくことはもちろんでありますけれども、日本の持続的な成長、元気な日本の再生というのを図っていくために、日本再生戦略でも、まあ、規定をされておりますライフ、それからグリーンの部分、こういったところで、例えば再生医療であるとか、そういったことを、まあ、研究開発、加速をしていきたいなと、考えているところであります。いやいや、雑把になってしまったかもしれませんが、全力で頑張っていきたいので、どうぞよろしくお願いします。皆さん、はじめまして。村井宗明です。今回政務官に就任しました。担当は教育、そしてスポーツです。田中真紀子大臣に注目がすごく集まっていますが、私は真紀子さんが本当に大好きです。そして真紀子さんを尊敬しています。普段から隣の県なので、随分可愛がっていただいてますが、しっかりとチーム真紀子で真紀子さんを支えていきたいというふうに思っています。今日本の教育はいじめ、そして不登校で随分と注目が集まっています。こういった中で真紀子さんの強烈なパワー、真紀子さんの強烈な突破力、そして真紀子さんの強烈な破壊力を使って日本の教育改革を断行していきたいというふうに思っています。今いじめの話をしたいと思うんですが、実は先週鹿児島県の出水市の中学2年生の、電車に飛び込んだ女の子の自宅へ行ってご家族と会ってきました。いろいろ親御さんから話を聞かせていただきました。家を見たがです。家を見たら実は顔がちょっと幼いんですね。でよくよく聞いてみると、いや中学校の時のこの顔写真で笑顔の写真が1枚もないんだと。だから小学校5年生の時のこの写真に中学校の時のセーラー服を合成写真で作って家を作ったと言われました。あ、そうかと。シャーペンが壊されていたり、また楽器が、まあ吹奏楽部にいたんですが楽器が壊れていたとか、本当に辛い思いの話をたくさんいただきました。いじめは去年、一昨年比べて減ってるって言うんです。一昨年7万7千件で去年は7万件だという。でも本当に減ってるのかな。私は実はちょっと疑いを持っています。実はいじめの認知の問題なんじゃないのかというふうに思っています。今年8月9月といじめの緊急調査をやりました。1学期の部分で7万4千件、まあ、マッコさんが皆さんに説明した通り、まだこれから増えるでしょうけども、中間報告なんでまだ増えるでしょうが、1学期だけでそれだけになってる。実はアンテナをもっと高くして子供のサインを見つける。本当は学校の先生が知らないだけでもっといじめがあるんじゃないか、そういった視点に立って子供のサインをきちんと見つけていじめを防いでいく、それが今私たちに課せられた使命じゃないかというふうに思います。私も富山県の一番人口密度の低い田舎の出です。やっぱり田舎だと喧嘩の強さで序列が決まるんです。今はそんなことはないかもしれませんが、中学校にね、の時、やっぱり私も体が当時すごく弱かったんです。頭でっかちで弱い子だったんですが、中学校の階段に先輩たちに呼び出されてボコボコに叩かれたことがありました。あるんですよ。でも先生に絶対そういうこと言うわけないし、私もその中で先生に知られてもいません。いや、あるんですよ。あるけども分からんだけなんですよ。きちんと子供のそういうものを見極めていかなきゃならないというふうに思っています。高校、大学と体を徹底的に鍛えました。高校時代空手で全国大会に出て、大学時代少林寺拳法でも全国大会に出ました。今武道で徹底的に体を鍛えて、自信と誇りを持ちました。武道教育、まあ賛否両論、危ないというので、論点になっているのは分かっていますが、私は武道教育推進論者です。それは、今の子供に、もちろん知識も大事だけど、困難に打ち勝つたくましさ、日本伝統の礼儀、そして人を思いやる心、こういった武道教育は
私は支えていきたい。かつそんな中で安全性をしっかりと高めていきたい。そんな風に思っています。たくましさに加えて優しさも必要だと思います。今までの知識教育、これも大事だけど、もっとハートの教育、今言ったたくましさや人との協調性、人の痛みがわかること、そしてもっともっと人間が今大人の社会でも私は問題があると思うんです。皆さん見てください。週刊誌やインターネット、人を傷つける言葉で溢れていますよ。大人の世界で人を傷つける言葉で溢れていて、子供にそれがない、そんなの難しいですよね。人を大人から非難をされた子供は人を非難する子供になる。大人から叩かれた子供は人を力で抑えるような子供になる。人の悪口ばっかり言う子供は、大人は悪口言われたら子供は当然人に悪口言うようになる。大人から自信を与えられたら子供は自信を持つようになるし、大人から愛情を与えられたら子供は愛情を持つようになると思います。そういった視点に立って、まず大人から子供の見直していく、今の教育の立て直しをやっていきたい、そんな風に思っています。以上です。この度、政務官に政務官を拝命いたしました、ナタリア正義でございます。よろしくお願いいたします。今松本副大臣からお話がありましたように、文部科学行政というのは、教育、そしてスポーツ、科学技術、文化、どれ一つとっても今ともすると国民に失われてしまったのではないかと言われるような、いわゆる夢と希望、こうしたものを実際に形にしていく上で大変重要な役割があるというふうに思っております。その重要な役割に今回つかせていただいたということについて、本当にその責任の重さを痛感する次第でありますけれども、それと同時にしっかりとこれを形にしていかなければいけないというふうに今思っているところであります。文科大臣、今回の第3次野田内閣の中でただ一人の女性大臣ということの中で、それでなくても注目が大変されている。私も昨日三役会議というのがありまして、初めて文科大臣とお話をすることができました。本当にざっくばらんな方で、本音を単刀直入にも言われる方であり、大臣の国民からの人気の秘密はこういうところにあるのかなということを私なりに理解をしたつもりであります。この大臣の下でならば、先ほどお話がありましたように、文部科学委員会、衆議院の文部科学委員会で委員長をされていた、幅広く造形を持たれているわけでありますから、この方の下でさまざまな政策あるいは支援をしていく、このことに全力を尽くしていくことをお誓い申し上げたいというふうに思う次第であります。以上です。ありがとうございました。よろしくお願いします。最後4回目が開かれて、それ以降はタスクフォースの方がまだ開かれてないという状況だと思っております。それでできる限りですね、早く5回目の会議を開かせていただきたいと思いますし、
ちょっとまだ就任してですね、私どももいろいろと引き継ぎ等の中で、この点また高井前副大臣、あるいはタスクフォースのメンバーの方々とですね、一度しっかりとこれまでの議論の経緯等々をですね、受け止まった上でですね、また考えていきたいというふうに思っております。新潟日報であります。改めてなんですけれども、本日もその参院会議で、今後の国会対応なんかも含めてですね、大臣の方からどのような話が、ご指摘とかあったのか、よろしくお願いします。昨日のですね、参院会議では、一つはしっかり頑張っていきましょうということで、そういった国会対応とか具体的なことの話はございません。今、冒頭申し上げたように、それぞれが申し上げたようにですね、担務の話でありますので、ね、そういう極めて、まずは最初に決めなければいけないことをですね、決めさせていただいたということで、それで、これは昨日の会議で出た話では、参院会議での話ではございませんけれども、国会関係についてはですね、村井政務官がですね、委員会で、あるいは国会等々、あるいは陳情などもございますので、党からですね、そういったことの窓口として、仕事をさせても、担当化していただくと、いうことは決めさせていただいております。今後は大臣とも詰めながら、国会対応をしっかりやっていきたいと思います。ねじれ国会なんか難しい対応になることも、十分覚悟していますが、大臣の突破力をしっかりと支えて、国会で運営していきたいというふうに思っています。今、赤字新聞の島野です。村井政務官に聞きたいんですけども、はい、今まで文教の政策とは離れたところで、お仕事されていたかと思うんですが、ちょっと離れたところから見てですね、いじめの原因というのが、結局、どの辺にあるのかと思うんですけど、あと、不良教育を中心に、意識というか、教育の立て直しをやっていきたいということですが、具体的には、どのようなカリキュラムを増やしていったらいいのか、もう少しちょっと具体的に考えを、はい、私は人間というのは、もともと本能で攻撃性を持っているんじゃないかというふうに思います。どんな動物でも、もともと本能で、まとまって、同じ種族を攻撃する。人間でもそうだし、猿山でもそうですよ。だけど、人間は動物と違うんです。それは、理性を持てる。教育によってしっかりと理性を持てる。教育によって社会性を持てるというのが、人間だというふうに思っています。社会性を持って、人の痛みが分かり、人と力を合わせるようなことができる。この、きちんとした教育が欠けているときに、ついつい人を攻撃したり、人を痛めたり、そういったことをしてしまうんじゃないかというふうに思っています。そんな中で、私たちは心の教育、人の痛み、そして人への優しさ、人との協調性、こういったものを持っていく教育というのが重要じゃないかというふうに思っています。先ほどいじめの部分で武道教育の話しましたが、いじめそのものとは直接つながるかつながらないかわかりませんが、今例えば大学院を出てもすぐに会社に入って辞めてしまう、半年で辞めてしまうという人がたくさんいます。3年で半分ぐらい辞めるっていうのはよく言われます。そういうのって知識はあるけどもどうしても我慢強さがない、困難があった時に折れてしまう。知識も大事だけど、そういった中で忍耐力っていうのが社会に出て本当に必要じゃないのかというふうに思うんです。そういった中で今たくましい子供、困難に打ち勝つ子供、強い精神を持った子供というのが必要だと思っています。同時に、いじめられる子供にもっと強さやたくましさを与えると同時に、やっぱりいじめる側の子供、そういった方には、もっと今言った理性、そして人間として持っていく人との痛み、こういったものがきちんと植え付けられるような教育プログラム、そして同時に今、いじめアドバイザーを任命していく、対策室を作っていく、こういった中でアドバイザーなどの専門知識を生かしながらしっかりといじめを根絶できるような教育、学校の先生が建前で今いじめをやってる子供にやっちゃダメだよって言ったら、見てるその瞬間は止まるでしょう。
でも本当の根本の心がない限り、先生見てないところでいじめはあるし、一旦その楽器は収まっても次の学年の時にまた起こったりする。なかなか見つけれない。それが今の現状だと思っています。だからこそ根本の心の教育が大事だと私は思っています。ガラス教育のことについても聞きたいんですが、先ほどのライブの再生医療ですとか、そういった基礎研究がの成果をいろいろ出てるんですが、なかなか必要がしないと。でそれってイノベーションが日本で 実用化というか実現しない原因とかですね、大会についてどのようにお考えですか。はい、基礎研究からその応用実用化のところに至るまでに、死の谷というようなものがあるということが言われていますけれども、だからなかなか一言では言いづらいですが、実用ができそうな勝ち組研究だけやっていれば将来 その幅広い種まきができなくなるわけですし、どちらを立てればいいかというのは端的には一言ではなかなか言いづらい問題ですけれども、ただ今回のその母法人の統合っていうのがありますので、それを一つの契機にして、基礎研究の段階からそして応用実用化に至るまでですね、一貫して一つの法人で完結できるような、そういう体制っていうのを、作っていきたいなと思っているところです。それを一つのきっかけにしていきたいというふうに思っています。これよろしいでしょうか。最初の皆さん のお話の中にもあったんですが、改めて見てしまうことがあると思うんですけど、今回の田中大臣への印象というものをですね、もう一度取りずつ、思わせて踏まえながらですね、印象を皆さんに聞いていただくこともあると思うので、やりますでしょうか。はい、印象というかですね、もうそのまんまだと思うんですけれども、非常にですね、発信力があって力強いということと同時にですね、私は随分近いところでいろいろ一緒に仕事させていただいたんで、結構知られてないですけど気配りされる方なんですね。ですから何かもう自分だけがね、こう強引にわがままにしてるみたいな形でよくおじられてるようなこと多いですけれども、非常に小さなところまで気配りできる繊細なところをお持ちの方でございますので、必ず、まずですね、職員の方々を含めてやっていただけると思いますし、その発信力をどう生かせるかということがまた私どもの一つの役割だろうというふうに思います。はい、一人ずつ一人ずつ風圧を感じさせる選手だなと思いました。一方で初めて大臣室に入ってご挨拶をさせていただいて、笑顔で出迎えていただいて、にぎやかに握手をしていただきました。その眼光鋭く風圧を感じさせる時と、そのこうニコッと上がった時の落差ってたまらないものがあって、できるだけ大臣に笑顔で、政務も含めた文科省のファンで接することができるように、しっかりお支えしたい。私はマツコさんは皆さんが考えている以上に徳がある人だなというふうに思っています。マツコさんの周りはいつも爆笑ですよね。で、笑いっていうのは人を茶化して笑いを取るまで。でもこれって私らがやったら、得のない人間がやったらどうなるかって言ったら、人を茶化して笑いを取った時に相手がムッとするんです。でもマッコさんに茶化されたら笑いになるし許されるんです。こうやって人を茶化して相手を腹立たせずにみんなを爆笑させれるっていうのは、世の中で田中マッコさんと綾小路きみまるさんだけだというふうに思います。そのぐらい得があるから、ああいう笑いを取っても許される。で特に、明るさ、それから、徳と同時に、なんといってもパワーですよ。今、
教育改革を断行しなきゃなんない。様々な抵抗があるでしょう。でも、マキコさんぐらいズケズケと物が言える。そういった徳のある人じゃないと。そして、マキコさんぐらいパワーある人じゃないと、今の行き詰まった教育改革、これを断行することはできないというふうに思っています。まあ、先ほど、触れましたけれども、やっぱり、なんていうんですかね、物を本当に、視点、物を見る視点っていうのかな、そこのところが非常に的確で、現在は何が、この問題が生じているのかとか、そういうものに対する、特別な感覚をお持ちだなというのを、まあ、昨日一日だけですけれども、それをもうすでに感じたところです。ですから、だから、今国民が何を欲しているのか、何を政府、政治に求めているのかということについてもですね、ものすごいその特別な感覚でもって、それを感じられて、そして、わっとそれを答えられる。それがですね、田中真紀子大臣なのかなということを私も感じまして、そういう意味では、いろいろと皆様方が、懸念、あるいは、どうなのっていうような疑問とかって思われることについて、私自身にはよくわからないことになりましたけども、しかし、逆に言うと、今、村井専務官が言われたようにですね、本当に、これから見習うべき点がたくさんあるというか、政治家としてですね、見習うべき点がたくさんある方だなというふうに思っていますので、ぜひ、いろいろとですね、この一緒に働かせている間に、政治家として、そして文部科学省での行政人としてですね、まあ、言葉は悪いですけども、盗めるというか、自分の身につけられるものは、全面的に身につけていきたいなというふうにも思いますし、そのことは、マキコチームを、チームマキコをですね、一つの一括、団結して、このことに当たることに当たれるんじゃないかと、こんなふうに。それでは、よろしいでしょうか。ありがとうございました。どうもまたよろしくお願いします。ありがとうございました。